グローバルに向けてウィニングイレブンがリリースされたのが2017年の5月ですので、まあ、2年ぐらい前になるんですけれども、で実際に、まあ、作ろうという企画が動き出したのはもっと前ですけれども、まあ、それは無謀な挑戦なんじゃないかとか、まあ、できないんじゃないかという声もあったんですけれども、まあ、元々はちょっと恥ずかしながらマイナスの点からちょっとスタートするんですけども、元々外部製のモバイルエンジンを使っておりまして、そちらのサポートが終了するということが決まりました。で次のエンジンを探そうというところでいくつかのエンジンから候補を探してきたのですけども、そこで、まあ、アンリアルエンジンを採用しようという形になりました。まあ、課題となったものはいくつもありますが、やはり大きなものとしては、自分たちは今現在運営を開発したままエンジンを移行するということをしなければならなかったというのがあります。このためアンリアルエンジンはソースコードが公開されているので、まあ、いろいろなカスタマイズが可能ということで、パフォーマンスの方の改善を結構もうプログラマーベースでいろいろと試行錯誤しながら行っていくというのを、まあ、やっていきました。またアーティストが自分たちでいろいろなイテレーションを回すことができるというのをスピード感を持つことができるなど、まあ、そういう意味ではアンリアルエンジンの実際の今の開発環境というものは助けられたかなというふうに思っています。コンソールとモバイルで同じゲームプレイを提供するっていうのが第一っていうか、そこを目指しているので、そこはもう同じものになっているので、そこに対してアンリアルエンジンの方で動くようにっていう形にしております。よくモバイル版のゲームを作ろうとしたときに、じゃあ一部分を切り出してミニゲームだけのゲームにしようとか、そういった判断があったりするんですけれども、まあ、そういったことはせずに、まあ、それをやっぱりモバイルでもしっかりと妥協せずに入れ込もうというふうにしました。まあ、その本当に同じクオリティの試合を実現できたというところが、まあ、サッカーファン、ウィニングイレブンファンに受け入れられたところではないかなというふうに思っています。同じようなものを作りたいというところから入っています。顔が、選手の顔がですね、割と好評だったので、それをなるべく同じものを入れたいと。でまずは数ですね。コンソールに載っているものと全く同じ数がモバイルに載っています。本当にゲームの中には何千人という選手が入っているわけなんですけれども、選手の人顔というのは本当に一人一人違うように作られています。ライセンスを取って実際のその選手がそのまま入っているということが、そのモバイル端末でも分かるというところが、やっぱりファンに喜んでもらえるところになると思いましたので、まあ、そこはこだわりました。全体的には綺麗になりましたっていう話が多いですね。細かくというよりは本当にもう全体の雰囲気が変わったっていうのは大きかったです。その背景を少し改造したのと、それからライティングがメインなんですけども、まあ、いろいろそのライティングの仕組みが載っているので、まあ、それでもかなり大きく変わったんじゃないかなと思います。実写に近く、しかもゲームしやすいっていう調整ができたんじゃないかなと。やっぱりこのサッカーファンが喜ぶことをやりたいというところがありまして、まあ、そこをなるべく実現してあげたい、サッカーファンの夢を叶えてあげたいと思っています。